ストラットタワーバーエンジンルームに装着されたストラットタワーバーストラットタワーバーとはサスペンションの車体取り付け部左右を連結する棒状の部品のこと一部のスポーツカーやスポーティーグレードには標準装備となっているが一般の自動車には装備されておらず好みで後付け用品として購入することが多いこの部品を取り付けると 車体の合成アップにも寄与するため、サスペンションがよく動きハンドリングがシャープになるが、サスペンションスプリングやブッシュが柔らかい場合や、速度が低い場合は効果を感じない。運転者の運転方法の好みに合えば、タイムアップに寄与するが、単にこの部品を取り付けただけで、タイムアップするというものではないため、取り付けても効果がないと誤解される場合がある。また、 この部品を取り付けた状態で左右どちらかのサスペンションを破損した場合、被害が反対側のストラットにまで及び、思わぬ損害を招くことがあるが、タワーバー自体が衝撃吸収構造になっていれば、被害を避けられる場合が多い。日産自動車のテストドライバーであった三吉敏秀によると、タワーバーを前輪側にのみつけた場合には、車体剛性の前後バランスが狂って、 唐突な挙動が出たり、FR 社の場合は、鉄が深い路面で直進性が悪化するなど、操作がシビアになる場合もあるとされる。大きく分けると、溶接固定式とボルト調整式の2種類になる。鉄、アルミニウム合金、シタン合金などがある。ブラケットを溶接するのが一般だが、プレス加工製品もある。アルミニウム合金として使用する。ブラケットを溶接する。 切削加工されている場合もある。ブラケットを溶接するのが一般。鉄、アルミニウム合金、アルカーボン、ドライカーボンがドップチタン合金などがある。後付け用品では採用されることが少ない。焼き付け塗装、カチオン塗装、メッキなど。アルミニウム合金として使用する。後付け用品では主流の商品。溶極酸化処理、焼き付け塗装、バフなど。 複合素材のような名称であるが、そうではなく、アルミニウム合金の棒に、炭素繊維織,織物を巻き付けただけのもの。ドレスアップ効果を狙った商品が多い。繊維の折り目を見せるため、未塗装か、クリア塗装が多い。ドライカーボンのパイプでも大きく分けて、高強度のみのものと、高強度、高反発を両立させた場合がある。カーボン繊維の折り目を見せるため、未塗装か、クリア塗装が多い。 パワーバーとして使用されることは少ない。三吉敏秀、テストドライバーの内緒話三回堂、2006年、34ページ、大車輪、プリプレグ、ウェブリオ、2020年6月15日閲覧、ありがとうございます。